俺の20歳の誕生日に彼女がお祝いをしたいというので待ち合わせ場所に行った。なぜかいつもと違う静かな参道の入り口付近が待ち合わせ場所だった。確か心霊スポットとしても有名な参道だったように思う。車を止め彼女の到着を待っていると知らないアドレスからメールが来た。件名はなく本文には早く出て行けという一文のみ。唖然としていると立て続けにまた違うアドレスからメール。今度は助けてと書かれている。驚いてる間にも違うアドレスからどんどんメールが来る。違う、私じゃない、お前がやったのか、めちゃくちゃにしてやる、出て行け、殺してやる、止まれ、失せろ。わけがわからず震えていると彼女から着信があった。すがる思いで電話を取ると電話口から声がした。ドッキリメール大成功、20歳おめでとう。は？とポカーンとしていると彼女が続けた。びっくりした？さっきのメールは全部私でした。メールに込めたメッセージに気づいてくれたかな？彼女が言うには複数のフリーメールを駆使して20歳の誕生日を祝うドッキリ企画を考えていたとのこと。そこ電波悪いね。山のふもとにいるから降りてきて合流しよう。彼女はそう言って電話を切った。威張ってくれるのは嬉しいが本気で怖かった。全く忘れられない誕生日になった。お話だけでメッセージに気づいていただけましたでしょうか。解説をちょっとしましょう。これはですね、今のいっぱい来たメールを縦読みするとですね、まず早く出ていけのは、助けてのた、違う私じゃないのち、お前がやったのかの、お、めちゃくちゃにしてやる、め、出ていけ、で、殺してやる、ん？止まれ、と、うせろ、う、20歳おめでとう、なんだけど、間に殺してやるというメッセージが入ってて、一体この殺してやるっていうのは、じゃあ誰が送ったのでしょうかというお話でございました。